古藤徳太郎、と藤徳太郎、7月22日から1958年9月18日は、日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍中将。本籍山口県、東京府出身。古藤けなを陸軍大佐の長男として生まれる。成城学校を経て、1898年11月、陸軍士官学校を卒業。翌年六月、 不評少尉に任官し不評第47連隊付となる。中央幼年学校生徒対付を経て、日露戦争に両党守備軍副官として出征した。関東都督府陸軍副官を経て、1910年11月、陸軍大学校を卒業し不評第3連隊中隊長に就任。1911年9月、第十0師団参謀となる。 1912年3月、不評少佐に昇進し、不評第6連隊付に発令。不評第6連隊大隊長を経て、1915年3月、後続付部官に就任。1920年8月、不評大佐に昇進。1922年8月、不評第37連隊長となり、第8師団参謀長を経て、1924年4月、 陸軍少将に新旧市府評第32旅団長に就任。1925年5月、陸士本課長となり、陸士幹事を経て、1929年8月、陸軍中将に進み、旅順要塞司令官に就任。1931年10月、第11師団長に親保され、第一次上海事変により動員されたが、停戦に伴い帰還した。 1933年3月に退命となり、予備役編入となった。1935年12月、三笠の家別当に就任した。ありがとうございます。